えー、マンネルヘーム原水の乗馬像は、フィンランド原水、カールグスタフ・エミール・マンネルヘームの記念として1960年に、愛も時い年により作られた、フィンランドの首都ヘルシンキにある銅像。銅像の高さは5.4メートルであり、その台座は高さ6.3メートル、長さ6.3メートル、広さ2.72メートルであった。マンネルヘームは1918年の、 フィンランド内戦期にはすでにフィンランドの象徴であり、1930年代と第二次世界大戦中にはそのイメージがさらに強まった。乗馬像作成のための募金と計画は1937年に始まっており、彼が1951年に死去した後には、ヘルシンキ大学の学生自治会が計画を再開させた。 その後の募金では1952年内に73万7503人から計7800万丸ルカ以上が集まった。募金の多さは乗馬像の経費だけでなく、アスカインにあるマンネルヘームの出生地の浪費サーリ、帝を購入できるほどであり、浪費サーリ帝は後に博物館になった。銅像はコンペを経て愛も時愛年の設計が採用された。彼は、 写実的な乗馬像を作ったが、1960年に銅像が完成して公開された時には、美術界ではすでに時代遅れであると見られた。トゥキアイ愛年は、自身の同時期の作品でも、すでに写実主義から移行していた。銅像の馬の特徴、その歩み様、そしてマンネルヘームのどの馬が、モデルになっているのかはしばしば議論された。マンネルヘームは、その一生に馬を、 数頭所有しており、トキアイネムは銅像を制作している時にマンネルヘームの最後の馬であるかっていうについて調べたが、実際の銅像はカッティウとは似ても似つかないものだった。1990年代、ヘルシンキ現代美術館が建設されている時期には、乗馬像の近くに建てることの是非が議論された。ありがとうございます。